ロレスだ。みんななんで猿になるの。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのぼーちゃんとおーちゃんとピロピババとママです。イエーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。家族みんなで楽しく見てね。はい、見てね。はい、今日はですね、はい、ウォーキングの先生に来ていただいてます。ウォーキング。はい、ウォーキング、はい、まあ、時々ね、まーちゃんおーちゃんとかファッションショーっぽい動画撮ったり ね、はいはい、するんですけど、うん、全然何の知識もなく、まあ、こんな感じかなみたいな感じでやってきたんで、この機会にちょっと学びたいなと思ってます。音楽でき いいね。ね、将来のファッションモデルになれるかもしれないよ。なりたい。私はカップケーキ屋さんになりたい。カップケーキ屋さん兼モデル。そうだね、カップケーキ屋さん兼モデル。兼できるかな。というわけで、ウォーキングの先生に来ていただいております。じゃあお願いします。すごい。お願いします。よろしくお願いします。スラーとしましたね。スタイルがいい。スタイルがいい、はい、じゃあ自己紹介を、はい、伊藤義則と言います。モデルをかれこれ40年やってますね。講師を20年やっています。なので、教え子たちは1万人以上いて。おお、すごい。美少女関係は得意な。得意です。すごい。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、一番最初に今のみんなのレベルを知りたいと思います。今のレベル。はい、で今のこう状態をね、先生に見ていただいて、まあちょっとこうね、めっちゃ恥ずかしいよね。あなた誰でも一緒よ。ていうか、なんか未だかつてないぐらい遠いんだけど映画めっちゃ遠い。はい、じゃあおーちゃんからお願いします。はい。スキップしてるみたい。はいはい、はい、まーちゃんもお願いします。うん、お、おお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 お。斉藤さんでしょ。斉藤さんか。ちょっといいや。行きます。プロレスラー二乗だ。ちょっと俺なんか普通に歩ってるだけな感じが。はい、じゃあ一通りやってみましたけど、ちょっと現時点の感想を聞いてみてもいいですか、先生。モデルってあんな風なイメージなんだなっていう。ああ、ですね。パパさん完全にプロレスだ。根本的に4人とも直してきます。よろしくお願いします。ひまわりチャンネル、インスタ、ツイッター、基本姿勢の作り方なんですけど、じゃあ皆さん気をつけて、足先を開いた方が安定します。で、親指側に重心かけます。そう、足先開いてください。そうそうそう、拳1個分です。はいはい、そうです、そのぐらいです。で、お腹引き上げて胸を張ります。肩の一番広いところが正しいです。見つけ方なんだけど、肘脇腹につけて、返して、中指は起点にして、今胸が一番開いてる状態。確かに開いてる。すごい。そうなんだ。イメージ的にね、お腹引き上げてるっていうんだけど、肩甲骨を真ん中に寄せるの。真ん中座ってみて。そう、パパさんの寝込んだじゃん。嘘。ちょっと待って。普通のいつも。いつも、はい。で、全世界の美人美男は首が長いのが基本です。で、今さ、おーちゃんとやってたけど、こうやって上げちゃうとか、あの顎を引いて首伸ばす。おー、どうでしょう。
ゴミで首飛ばす。結構辛いでしょ。軍隊みたいな。はい、これが、モデルの基本姿勢。次にレの字立ちというのがあります。左足を前にして右足を斜めに折る。カタカナのレを作ります。左膝ちょっと緩めて、ちょっと中に入れて、オカマっぽくなる。オカマあんまりオカマっぽくなる。ちょっとだけ入れすぎです。この時に右足のかかとに重心乗っける。ここ開いて。おー、なんかかっこよくなってる。左の膝こうやって。すごい。膝ちょっと入れて。あんまりやるとこまになるよ。はい。微妙な。そう。後ろ足に重心乗っけると足長くて頭ちっちゃく。遠近法ですね。そうなんだ。遠近法なんです。なので後ろ足に重心かけるの。それこそいつでもこうやって前足で蹴れるみたいな。おお。ブルースリー、ブルースリーだ。そこから歩いていきます。よくモデルってさ、頭の上に本乗っけて歩いてるっていう話あったんですか。本でやると痛いからやめた方がいい。おすすめはね、みかん。みかん乗っけて歩くっていうのがおすすめ。みかんで練習しよう。じゃあ、お家帰ったら。で、あり方なんだけど、膝伸ばしてかかとから着地、膝伸ばしてかかとから着地、膝伸びて足伸びて、かっこいい。わかった。まあ、ほぼ同時でも構わないんだけど、まあ、かかとから着地とかで。じゃあ、一回膝伸ばして歩くのを鏡に向かって歩いてみましょう。どうぞ。歩けなくなっちゃう。まずじゃあお兄ちゃんに注目しましょうか。でお兄ちゃんどうやって歩くかって真似すると上げるのもいいんだよ。これね、雪国の人。ああ雪国、雪国、みんな雪国、雪国。雪を越えなきゃいけない。なので上に上げる。だからそれはあまり良くないので、つま先もあまり向かないで床擦れするんだ。じゃあ次、まーちゃん。まーちゃんね、手前になってる。腕の振り方ってどうするかっていうと、実はタッチの正しい肩の位置、正しい胸の張り方、お腹の引き上げ方ができてる。その状態で力が抜けてると腕は後ろにしか振れない。わかる。だいたい腕が前に振れてるっていうのは前傾してて肩が前になって、で膝が回ってると完全に猿になる。まーちゃん、猿の方が上手くない、パパ。ほら、みんななんで猿になる。じゃあやってみますよ、それを踏まえて。どうぞ。雪越えないようにも気をつけないといけない。確かに。おお、おまーちゃん良くなってる。なるほど。あ、何か見つかったよ。おーちゃん、おーちゃんね、力が入っちゃってじゃん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 、ひげだみたいにピーンって伸びちゃう。なので力抜いて肘が上がってない。みんな一回ジャンプしましょう。あ、ジャンプ。うん。うわ、どうだろう。手前にダーン。だんだん上がってきて。はい。だんだん上がってきて。だんだん。後ろ取ってみて。はい、登って、マトリックスじゃなくて。パパは、じゃあどんどんこうやって。ほら、お風呂にしなくていい。そんなこと。実は、パパさんね、手の甲が見えてる。なので、手を下ろしたときに見えてるのは親指と人差し指しか見えない。でこれが前に行ってもずっと見えるようにする。なるほど。じゃあ行きますよ、どうぞ、はい、そうそうそう、パパさん良くなった。おかっこいい、かっこいい、良くなってる。さあ、じゃあ目線なんだけど、はい、自分の体のへそを見ます。そう20メーター先の床です。20メーター、結構下ですよね。結構、うん、そうなんです。よくほら街にバナナとか落ちてるじゃない。どこどこ
短い方でいじめたらバナナがあるんだと思って確認して前に行って、で近く来たらこうやって避ける。一本のライン歩くときって足先開いて歩いた方がバランスよく歩ける。で膝と膝を当てる。ひよひよひよひだかっくんしそうだな。注意点って何かというと、肩のラインが床と平行であること、それから首が曲がってないこと、であと手の振りが均等であること、ちょっとでもずれてると怖いんです。あー怖いでしょ。そして一番重要なのが笑顔、上の歯を8本見せるフルスマイル。お兄ちゃんいいね。ほら、お余裕なかった。ここをここエンドで鏡の前で2って上がってみます。行きましょう、どうぞ。はい、よ。ここでのポーズなんだけど、腰に手がある。で、左で止まって、右足を横に開いてます。うわー、かっこいい。で、実は女の子は高い位置にやると足ってな、パパだ、それはおかしいでしょ。男性陣は、全然ポケットにこうやって渋い顔しなくていいから。で、それ今度は右足前です。両方のかかと浮かせて、右足に重心、体重乗っけて、ここから今度左足からよりよく見せるためには、行って、顔を残してすごい。パパやってみて、はい、今も。うん。やってるでしょ。こう来て、うん、右足出して。急にゾンビが来てる。かっこいい。ドヤ顔するんだ。ドヤ顔だけはね。ドヤ顔も大事よ。4人揃ってちょっとやってみてください。やば。なんでコケビする。じゃあこれにプラス、はい、ここでの切り替えも作りたい。おー、つまりお客さん今背中見てるよね、はい、お客さん見てるからこれに倒れてるから。左足前の時に左肩越しに振り返る。で、右足を左足の前に斜めに入れます。で、またつま先立ちになってデロンチに戻ります。おー、うん、で、イメージは左肩に転倒してもらってます。で、こう確認してください。で、転倒して飛んでいったと思ってください。かっこよくなった。転倒虫見せただけで転倒虫だから転倒虫に行ってて飛んでいった。じゃあ一応バナナからの手伸びしよ。どうぞ。バナナ落ちてるよ。バナナ落ちてるよ。見て見て。セリフ入りですね。実はセリフ入りすると表情が良くなるので、へー、とても効果的なんですよ。可愛いとか綺麗いとか、いいの音でもない、言葉で言うとても、はい、有効な方法です。じゃあ一人ずつなんかどんなコメントを言うかっていう。あ、そうですね。じゃあ一人ずつなんかいい笑顔になれそうなコメント付きで。おいしい。おいいね。はい、ありがとう。
素晴らしいね。超気持ちいい。あぶね。ちゃんとターンがうまくいってないですよ。ビタミン C。なるほど、うまいな。ママさん良くなったでしょ。そうですね。表情、うん、どこ難しかった。テントウムシ。ターン難しいよね。ターンだね、難しいよね。ターンいっぱい種類があるんだ。あ、帰ってきたなって思って、もう一回見せる。そう、ターンだよ。うわー、できたらかっこいいでしょ。やってみよう、やってみよう。じゃあテントウムシ、ね、ね、なので右足を出して、で、このまま一回で、左足。僕の言った言葉をそのまま同じ言葉で鏡をセーブして、鏡見て、まーちゃん逆で、右足出して、くるっと回って、左足できたでしょ。同じことやってるんだけど、やっぱりなんかね、それはそうだ、違う、やりたい。もう一回やけど、鏡を手にして、鏡見て右足出して、ふっと回って、左足。なんかピラピンおかしかったよ、今なんかおかしかったよ。楽しい。で、こうやって歩いてきて、ちょっと歩いたら、ふるターンで、で、ここで転倒し、おお、できるかしら。何も言えない。いいじゃないし。ターン、中央ターン。ずっと回って、左足、あ、急にできなくなってる。あ、急に言葉を思い出して。難しい、すごい難しい。はい、今日はね、伊藤先生にウォーキングのレッスンをつけてもらいました。はい、皆さんどうでしたか。めっちゃ上手くなりそう。いや、もうすでに上手くなったよ。ちょっとやってみていい。カメラのとこまで行きます。はい、近っ。歩き方もね、いろんな歩き方あんだなと思った。いや、ほんとね、ちょっと気をつけるだけで、うん、なんかみんなめっちゃかっこよくなってた。ほんとパパだけなんか違うなっていうことがちょっと。なんだよ、俺いじるの。先生めっちゃ俺のこと褒めてんねんけどな、なんでお前もいじるの。ばあちゃんはすごく楽しかった。あ、楽しいの、いいことです ね、 そうね。皆さんもぜひね、この動画を見ながらウォーキング練習してみてください。はい、はい、グッドボタン押してね。じゃあグッドボタンよろしくお願いします。ひまわりさんダルじゃんけんぽい。皆さんグッドパワー出しました。勝ってきてました。ウォーキングが上手になれるかも。バイバーイ。バイバーイ。ウォーキング、はい、ウォーキング。顔切れてたよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。